皆さんこんにちは武銀地域経済研究所では埼玉県からの委託を受け映像技術を活用した最新事例について調査を行いました本日はその調査結果についてご紹介させていただきます皆さんご承知の通り映像技術は人々の生活を豊かにするだけではなく 人手不足をはじめとする社会的課題を解決し、新しい生活様式における移動や対面の制限を補う方法としても注目されています。本日は、調査結果の中から、教育・住宅・観光の三つのカテゴリーについて、最新映像技術がどのように活用されているのか、 ご紹介いたします教育編では当社の研究員が京都市にある私立花園中学高等学校を訪ね最新の映像技術を使って行われる ICT 教育についてその実態を紹介いたしますタブレット端末を使い人間の目では見えない分子の構造や人体の仕組みを 三次元で学ぶなど、映像技術を通して学生が深い理解を得ることにつながっている取り組みについてご紹介しますはい、教育分野を担当する山下です。よろしくお願いいたしますそれでは、教育と VR、AR についてご説明させていただきます教育分野での VR、AR の活用は 限られた時間では移動できない場所を訪れる疑似体験や同じ体験を何度も繰り返し行う反復が学習効果を高めることから非常に有効でありますまた VR、AR が形成する360度の3次元仮想空間は没入感を高めるとともに二次元媒体よりもはるかに多くの情報を提供することができます こうしたことから、すでに学校や企業の教育・研修の現場では活用が始まっています。2020年度の教育改革で授業に取り入れられるアクティブラーニングにおいても、VR ・ AR の有効活用が大いに期待されております。VR 技術を用いた教育は、 教科書などの紙媒体による教育と異なり、高い没入感を得られます。その結果、子どもの学習意欲を引き出し、記憶に残りやすい教育を行うことができます。具体的には、教室にいながら世界遺産を VR 空間で旅して回ったり、 宇宙空間や人体内部に身を置いて周囲を観察するといった実際には不可能な体験が可能になります効率的で質の高い教育を施せるようになることから教育現場にますます浸透していくと思われますただし導入コストが高額になるため普及には若干時間がかかると思います ここで、VR を使った授業を行っている京都市にある中高一貫校の花園中学高等学校の事例を紹介したいと思います。花園中学高等学校は、G スペースを使った授業を日本の小中高において初めて導入した学校であり、他にもマイクロソフトホロレンズを使用した授業も実施しております。 g スペースとはアメリカの g スペース社が開発した仮想空間の世界を目の前に映し出す VR と AR の要素を統合した一体型コンピューターディスプレイのことです。写真のように人体や生物の分子構造やさまざまな物体を3次元に見ることによって生徒の好奇心を刺激し 理解を深めていきます実際にどんな授業をしているかというと理科の分野の例を紹介いたします分子、細胞、骨格、恐竜、マシンなどを 3D で構造分解いたします写真の左側の人体の 3D では内臓を取り出したり 右側の自動車の 3D では、パーツごとに分解をして構造を確かめることができます。また、月や火星、木星などの重力をシミュレートし、それぞれの惑星の重力を 3D 上で再現することが可能となります。 数学の分野では、3D の立体を回転させたり、任意の場所の断面図を見たり、自由に展開することが可能となります。実際に G スペースを使ってみて、3D 眼鏡を使用して、人体模型から臓器を取り出したり、360度すべての角度から臓器を見ることができ、 さらにはは好ききなな場所の断面を見るととった模型でで不可能なことも実現できますゲーム感覚でいろいろな操作ができることから生徒や児童は飽きることなく没頭できると思われます。続きまして社員教育への活用ですが学校教育に比べ多くの企業が導入活用しています。 社員教育での利用が盛んな理由としては現場に行くことなく実践的な教育を繰り返し行う危険を伴う作業や現場に入り込むことが困難な場所での作業も繰り返し疑似体験できるなどがあります従来の研修では講師教材研修会場等を用意し多くの拠点から 受講者が同じタイミングで一箇所に集まって実施しておりました VR を使った研修では講師は必要なくそれぞれの職場で自由なタイミングで受講できます VR デバイスの購入やコンテンツ・制作の費用はかかるものの研修実施の自由度の向上受講者の移動時間の削減 交通費、公私への借金、施設利用料等の削減などのメリットが得られます。実際には、以下の研修が行われております。現場スタッフの状況判断トレーニング、顧客満足度を上げる接客トレーニング、製造現場の安全・円滑・効率的な作業トレーニング、 外国人スタッフの教育、クレームの対処法や緊急時の対応に関するトレーニング繁忙期などの特別な場面の事前研修実際に事例調査として VRARMR ビジネスエキスポで体験した事例を紹介します。 VR、AR、MR ビジネスエキスポは VR のビジネス活用に関心のある企業や投資家等を対象に VR の体験展示やビジネスマッチングの機会を提供するイベントです。その中で体験したものですが工場倉庫における安全教育では VR でシミュレーターを使って フォークリフトでの作業を行い倉庫内での接触事故やヒアリーハットをリアルな感覚で体験することで安全への意識づけを行います同様に建築現場における安全教育では建築現場における高所作業や落下事故を体験します安全なな場所にいながら、 安全帯のの重要性性や、公所作業の危険性を認識すす。ることができます飲食店における外国人スタッフの教育・接客トレーニングでは外国人労働者向けに接客や調理工程のポイントを母国語で画面に表示することで効率的な研修が可能となります。 さらに難しい状況を再現することで、顧客への対応方法などを学びます。また、航空機の牽引訓練では、今までは訓練する空港へ行って、時間の制限のある中、行っていた訓練ですが、この牽引訓練シミュレーターでは持ち運びが可能で、 世界各地の空港のほか地方空港での訓練も可能です360度全方位を見渡すことができ再現が難しい雪や雨などの設定も可能となり効果的効率的に訓練が可能になりました VR による 社員教育や研修は目的を果たす上で十分効果を発揮していると思われますはしごを使った安全訓練では無理な姿勢から転落事故を体験することで安全な姿勢を確認することができます航空機牽引シミュレーターでは航空機と牽引車との位置関係がリアルに再現されており 一つの場所で世界の飛行場の牽引訓練ができますそれぞれリアルに近い感覚で研修や訓練ができていますその他、VR を使った教育には以下のような事例があります英会話、校外学習、社外科見学、飛行機パイロット訓練調理方法を学ぶための研修 介護現場における外国人労働者教育、避難誘導を学ぶ研修や避難器具の体験、スーパー等の混雑時における顧客対応などの訓練、最後になりますが、教育分野での VR、AR の利用は海外に比べるとやや遅れてはおりますが、今後、長期的に見れば、 大いに成長が期待でできる分野ですゲームやエンターテインメントを通じて VRAR には馴染みのある若者が多くこうした世代に VR 教育の良さを認識してもらうことで教育分野での VRAR の利用拡大が見込めるものと思っております以上で説明を終わります。 皆様いかがでしたでしょうか。教育分野における VR、AR を活用した事例をご覧いただきました。VR や AR は容易に行けない場所や、現実的には不可能な体験を可能にするツールとして、すでに世界で活用が始まっています。最新映像技術をうまく活用すれば、従来の教科書による学習に加えて、新たな、 学習教材のツールとして普及が期待されますまた、ご紹介のとおり教育分野における最新映像技術の活用は学校だけではなく幅広い産業での普及も期待されます埼玉県でも今後、さまざまな教育シーンで最新映像技術を活用したモデルの導入が進むと考えられ 新たなビジネス市場の発展が期待されると考えていますこんにちはデジタルスキップステーションの広瀬と申します最後に番外編としまして埼玉県が制作した試作品ウェブサイト原寸大表示システムについてご紹介させていただきますまず試作の経緯について ご説明させていただきます。こちらに、ネットショッピングの利用世帯割合の推移のグラフがあります。推移を見ると、2016年以降、急速に普及したことがわかります。19年には、4割を超えるほど、社会に普及したといえます。便利なネットショッピングは、今後も 普及が進むと推測されますが、とても便利な反面、手元に届いた商品が想像と違うという問題もあったりします。そこで、ネットショッピングにおける課題を映像技術を活用して解決をできないか、ということを目的に、本試作品の開発に取り組みました。こちらが原寸大表示システムのイメージとなります。 モニターにはいいろろな大きさがあります。通常ですと写されたコバトンのぬいぐるみはモニターの大きさで変わるのですが原寸大表示システムを使用すると大きさの違うモニターで見ても原寸大と同じ大きさで表示されているのがお分かりいただけると思います。システムは非常に簡単で、 専用アプリをダウンロードするのではなく、ウェーブサイトを利用し、原寸大表示、コンテンツの登録、モニター設定の3つの機能から成り立っています。はい、では、ここから、えー、とご使用方法を説明したいと思います。えー、とまず、モニターの方を設定していただきます。 でモニターの方をなぜ設定する必要があるかと言いますとこのテレビというものは、えー、と49インチなんですが、えー、と実は49インチのテレビでもメーカーによってその数ミリ単位センチ単位とかでまちまちの大きさをしています。そののたためめにに細かい微調整ををするためにモニターの方を設定しますでこちらの方を押していただきます。 そうすると,、えー、とまずこのような基準図というものが出てきますでこの基準図が、えー、とこっちら書いてある通り一辺を定規で測り基準値を入力してくださいということなのでまず定規の方を使ってこの基準図の方を測りますそうするとこれ、えー、とだいた1 1 0ミリでしたのでこのままで構わないと思うんですが1 1 0リで 確認といいうボタンを押していただきますで、えー、とこちらの方に書いてあるようにまずこれが10 100ミリになっているかどうかを確認したいと思います。でこちらの方で大体100ミリということになっていますのでこちらの方で「登録」と押していただくとここで「OK」を押していただくとこのモニターの調整が終わりました。はい では次に、えー、原寸大で実際に表示されているかどうかを確認していきたいと思います。で、事前にこちらの埼玉県のマスコットのコバトンの方を素材として、えー、撮影してありますので、それが原寸大で表示されたかどうかを確認していきたいと思います。 でこちらのボタンを押していただきますと、まあ、先ほど出てた基準値図が出るんですが、まあ、画像選択の方で、えー、と登録した画像を選,べること選ぶことができますで小バトンのぬいぐるみの方を選んでいただくとこのように表示がされますでこちらのぬいぐるみと,、えー、と比較してみますはいで 今見ていただいて分かるようにほぼ原寸大で表示がされているかと思います、はい、では次に、えー、とこちらの原寸大で表示できる、えー、と写真の撮り方をご説明します、えー、と実際この小バトンを撮影普通に撮影した場合、えー、と大きさを把握することができませんでこの時に使うのがよくあるこういった A4 の紙っていうことになりますでこちらの紙を 背景にしていただいて撮影しますと、この紙の大きさからコバトンの大きさを把握することができます。で、こちらの紙なんですが、えーと A0 から A5 まで対応していますので、えーとファイル名に A4 というふうに名前を付けていただいて、その後ファイル名を付けていただければ、えーと完了になります。で、こう言ってあのコンテンツができましたら。 メニュー画面からコンテンツアップロードを選んでいただいてアップロードをしていただきますそうすることによってこの表示システムで原寸材の表示することができます最後にインターネットショッピング以外での活用方法をご紹介させていただきます原寸材で表示できるメリットとして文字や数字ではイメージができにくいものの大きさや 量を視覚的にイメージすることができますこの感覚で把握することができるということはいろんな産業で活用することができると思います原寸大表示システムのプログラムは無償提供しておりますのでご興味がある方がいらっしゃればお気軽に問い合わせしていただければと思いますご清聴ありがとうございました